どうも、ディスクドッグ世界チャンピオンのコウスケです。 YouTube 連続投稿9日目となりました。今日のテーマはこちら、犬の集中力を上げるためにはやめ時が肝心な話。これ結論から言いますと、犬の集中力を上げたい時には犬がもっとやりたいっていう時にトレーニングを終わらせます。というのも、犬の集中力とトレーニングの終わり方というのは大きく関わっているんです。しかしですね、よくあるのが、トレーニングがうまくいっていると犬が楽しそうにしているからついつい長引いてしまったりするんですね。そうではなくて、トレーニングはですね、物足りないくらいがちょうどいいんです。例えばトレーニングが長引いてしまった、そういった時の犬の気持ちとしては、最初はもっと遊びたいっていう気持ちが始まるわけです。もっとやりたい、あー楽しい、もっと遊びたい。でもそれでもエンドレスでトレーニングが続くとすると、犬の気持ちとしては、あー楽しい楽しい、あー疲れた、あーもうやめたいなーって言って、そういったネガティブな気持ちでトレーニングが終わってしまいます。ですけども、犬が物足りない時にやめた場合、これはですね、もっと遊びたいもっと遊びたい、やめたとなると、犬はもうおしまい、もっと遊びたいもっと遊びたいもっと遊びたいって言った気持ちで、すごくポジティブなイメージでトレーニングが終わるんですね。さあ、今の2つで一体どっちの方が次回のトレーニングが楽しみだと思いますか？そうですね、もちろん物足りないと思っている犬の方がやっぱり次回への期待度は高いです。この積み重ねで犬の集中力はどんどん上がっていきます。では実際トレーニングは何分ぐらいでやめたらいいのかということなんですけども、これ時間ではないんです。そうではなくて、大事になってくるのがこちら、犬の顔を見て決める。これ実はかなり大切です。中にはトレーニング時間を決めてやってる方もいらっしゃると思うんですけども、まだ集中力がつかないうちにそれをやるのはおすすめしません。そうではなくて、犬の顔を見て、犬がもっとやりたいとか言って、もっと目をこう輝かせてる時に、あ、もっとやりたいのか、はい終わりという形でやめるんですね。そうすることで、さっき言ったみたいに物足りないという気持ちになるんですね。もちろん目安として時間を計る分には問題ありません。ですから、それはあくまで目安です。このやめ時というのは、その人のセンスが問われます。しっかり自分の犬の顔を見てやめ時を見つけてください。そして続いて、このやめる時に大事なポイント、それが犬のやる気スイッチはオンのままで。これどういうことかと言いますと、例えばトレーニングが終わった直後に犬がそのままフラフラっとどっかに行ってしまったりとか、匂いを嗅いだり、どっかにおしっこしに行ったりとか、そういったことって結構あるんですよ。僕自身それをしてしまうとですね、トレーニング効果が極端な話半減すると思ってるんですよ。というのも、例えばいいトレーニングをしたとしても、その後に匂いを嗅いだりとかして全然別の思考になっちゃうんですね。そうではなくて、そのトレーニングが楽しかったって、もっとやりたいっていう、そのトレーニングの頭の状態でそのまま、例えばクレートにしまってあげたいだとか、そういった落ち着いてそのトレーニングを振り返ることができる、そういった環境にしてあげることが大切です。とは言ってもですね、なかなか犬のやる気スイッチがオンに入らないということももちろんあります。ですがご安心ください、それはよくあることです。その時にですね、まず初めに確認してほしいのが犬の健康状態です。トレーニングを始める前に、自分の犬が普段と同じ状態か、それを確認した上でトレーニングを始めるようにしてください。それが確認できればトレーニングを始めていきます。ここでしっかり意識しておいてほしいのがですね、ドッグトレーニングというのは常に少しずつの進歩です。これをですね、一回トレーニングしたからといって劇的に変わるもんだっていうふうに絶対思わないようにしてください。そうしてしまうとですね、その少しの変化も見逃してしまうことがあります。そうではなくて、回数を重ねることで犬は成長していきます。いいですか、時間ではなくて回数です。時間は短くてもいいから、回数をたくさんできるようにしていきましょう。なので1回のトレーニングで一喜一憂する必要は全くありません。犬と一緒に全力でトレーニングしてください。最後に、トレーニング終わった後にはいい意味で犬には不完全燃焼になってもらうようにしましょう。例えばですね、好きな食べ物でもたくさん食べ続けたら、やっぱり最後には飽きたり嫌になったりするじゃないですか。それはトレーニングも一緒です。いくらこの犬が楽しそうだからといってトレーニングをし続けたら、やっぱりそれって途中で嫌になってきちゃうんですね。なので必ずこのいい意味で不完全燃焼を残したまま次回のトレーニングにつなげます。そして犬の集中力が上がってきたら、トレーニング時間も比例して長くしていけますので、それまではしっかり我慢しましょう。本日の動画はここまでです。何か質問等ありましたら、コメント欄の方に、コメントをいただければと思います。それでは、少しでも参考になったと思いましたら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。やったー。